一般社団法人日本エレベーター協会は、エレベーター、エスカレーターをはじめとする商工機関連の業界団体である。1947年に16事業者で任意団体として結成されたエレベーター同業組合が前進。商工機業界の事業拡大に伴い、建設省が所管する社団法人となる。2012年、一般社団法人化に際して団体名の エレベーターをエレベーターに変更した。11月10日をエレベーターの日として安全キャンペーンを行っている。これは本協会が1979年に両運閣でのエレベーター公開日にちなんで設定したものである。協会の歩みのご案内。一般社団法人日本エレベーター協会。2020年7月7日閲覧。所在地のご案内。 一般社団法人日本エレベーター協会2018年2月八日閲覧協会役員名簿のご案内一般社団法人日本エレベーター協会2020年7月7日閲覧協会会員名簿のご案内一般社団法人日本エレベーター協会2020年7月7日閲覧協会の歩みのご案内一般社団法人日本エレベーター協会 2018年7月15日閲覧。協会の事業内容のご案内。一般社団法人日本エレベーター協会。2018年7月15日閲覧。ありがとうございます。